絶景作りの時間が大変だよね。記録かいね。ちょっと見づらいけど許してくれるでしょう。ということで明日試合です。ということで京王線長山駅から今バスに乗って国士舘大学近くのバス停まで降りて歩いて向かっているところです。挨拶忘れてました。ダッシュでご存知の武田でございます。ということでちょっと初めての国士舘プラスちょっと今回一人で来てまして、来る前不安なところ結構あったんですけれども、やっぱりねちょっと勝手が分かんないところだとミスっていうのは出てくることがあるので、まず国士舘大学までは問題なく到着できそうです。最初わからなすぎてもうタクシーで行っちゃおうかなと思ってたんですけど、あ、この人たちも国士舘大学行きそうだなっていうなんか雰囲気、これ大会あるある雰囲気なんですけど、道わかんない時それっぽい人についていくみたいな、よくあると思うんですけど、国士舘大学に行きそうな雰囲気の陸上ボーイ、陸上ガールたち一緒に来たという流れになってます。あ、皆さん国士舘大学見えました。国士舘大学多摩キャンパス見えました。最寄りのバス停降りてから、まあ、約5分もかかんないぐらいで着きそうです。はい、というところで早速これから国士舘大学の方行って競技場のどんな感じとかそれレポート含めながらプラスタイムを出しに来てます。目標タイムは一応ここでもう先に一応言っておきましょう。10秒、最低でも8台、プラス条件が合えば7台を目指していこうかなと思います。であわよくば自己ベストっていうところですかね。まあ完成度的にもそこまで悪くないって感じです。国士舘大学から向かっていきたいと思います。キャンパスの中まで入ってきました。もうめちゃくちゃ広いで、すごいスポーツ施設がしっかりしている。ここからもうちょっと競技場に向かっていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。国士舘大学の国士舘多摩キャンパスです。このままの風だったらね言い訳できない。めちゃくちゃいい条件だこれ。アクセルの今年度入ってきたハードルがめちゃくちゃ速いカトリ君っていう子いるんですけど、僕と一緒に100走ります。同じ組です。トッパーを14秒0とか1とかで走るハードルのスペシャリストなので、多分100も速いに違いない。なので彼には負けないように頑張りたいと思います。で僕ね国士舘で来たことあるっぽいですね。大学1年生の時に予選試験リレーの前ですね、ほんと多分この競技会に出てたかもしれない。で大雨でした。で大雨でも2メートルぐらい吹いて11秒1ぐらいかかった記憶あります。それは払拭させたいね。すごい、こういう感じでスタートできるんだ。うわーすごいすごい、しかもめっちゃ低いらしい。ということで競技開始2時間前になりました。同じチームのハトリ君は14秒14ぐらいだったかな、速報だとめちゃくちゃ速いですね。条件ね、あのさっきめっちゃいいって言ったけどちょっとね待ってるっぽいですね。しっかり追い風引き当ててしっかりアップしていきたいと思います。スパイク前までのアップが今終了したところです。レースのね3、40分前ぐらいですね。調子は多分悪くはない。やっぱ調整してきたので体のだるい重い感じとか全くなくて軽いんですけど、緊張してるかわかんないですけどちょっとね4月に痛めてた波形筋がちょっときしむ感じあります。でたまに、ね、抜ける。まあでもそこまで気にならないので問題ないと思います。悪化だけしないように願うばかりではございます。でお尻から腰の状態もそこまで悪くないかな。しっかり踏める感じはあるので、この後スパイク履いてしっかり踏む動きを入れてちょっとレースに対応できるようにこれからアップしっかりやっていきたいと思います。これからスパイク履いていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。